ました。じゃん。自分で書いておきながらなかなか塗るの大変でした。誰かチャレンジしてくれる人いますか？私やります。できました。あんちゃん素敵な絵をありがとうございます。アワビエ、ここにちっちゃいハートを描いてみました。このはみ出てるのはなんか容器です。いただきでした。僕やります。完成しました。ちょっとカラフルにしてみました。なんか2時間くらいかかって、音楽かけながらずっとやってて、もう今すごい達成感がすごいです。2時間やってたんだとも思ったし、こう完成したのを見て、まあよくできたなって思ってます。皆さんもぜひ塗り絵やってみてください。結構楽しいです。素敵な絵に色を塗りたいと思います。塗り絵が完成しました。じゃらーん。今回はペンとか色鉛筆以外にもストーンを貼ってみたりとか、この台紙は削ると中から色が出てくる、マイタイムアットホームの動画でも説明したんですけど、その台紙を使って絵を描いてみたり、あとは針金で花を作ったりしてみました。あっという間に時間が過ぎてすごく楽しかったです。アンさんありがとうございました。はい、僕やります。美術はもともと苦手で、あんまりいい成績をもらったことないのですごく心配ですが、せっかくなので頑張ってみたいと思います。はい、完成しました。イエイ。じゃじゃーん。こんな感じに仕上がりました。一番頑張ったところ、髪の毛綺麗に塗れました。ドレスなんですけど、ちょっとミスってしまって全部シマシマにしたかったんですけど、上と下だけ黒く塗ってごまかしました。口も頑張りました。全部頑張りました。すごい、やってたら気づいたら時間がすごく過ぎてて、没頭してたんだなって思います。みんな、気持ちに負けず楽しみを見つけて頑張ろう。イエーイ。こんにちは、瀬戸朝香です。なんかあんちゃんがですね、描いた絵に色を塗ってくれないかと、声掛けをしていたので、私瀬戸朝香がこの企画に乗りたいと思います。すごくね、細かい作業大好きなので、きっと塗り絵もうまくできるんじゃないかなと思うんですけれども、とりあえず仕上がったらお見せするので楽しみにして待っててください。頑張ります。塗り絵完成しました。ですね、じゃん、こんな感じです。どうですかね。なかなかいい感じにできたと思うんですけど、これほんと細かいんですよ、あんちゃんの絵。わかります？これすごいですよ。ちょっとそろそろ私老眼始まってるんで、眼鏡かけながらやったんですけど、でもね、こういう細かい作業が大好きなので、とっても楽しかったです。いいですね、なんかね、こういう集中できる時間を持てるっていうのは、
すごくいい時間になりました。ありがとうございます。また何かありましたら参加しますので、いつでも声かけてください。じゃあね、バイバイ。バイバイ。